倍上は、全漢の文人。字は宿配軍は陰剣の人。符や文章を得意とした、遊勢のと。自不成功の先駆けをなし、また微分で知られる、七発によって、七という新聞体を開いた。半古著漢女巻き五十一枚上殿に、つてがある。武帝が即位し、暗舎川のンを持って、彼を召したが、都庁案に至る途中に病死した。 呉王龍の老中となっていたが、呉王が菅に対し恨みを持ち反逆しようとすると、倍上は上昇して、それをいさめた。しかしながら呉王はそれを取り上げなかったので、倍上は、呉れを去って張へ行き、両王、龍武氏のもとについた。慶帝が即位すると、御子大部の策が菅の制度を定めるとともに、諸行王を抑える政策を行った。 慶帝前三年に豪はついに他の六国と共に反乱を起こし、策の中殺を反乱の名目に掲げた。漢はそれを知ると、策を殺して諸侯に謝罪した。梅城は再び豪に大使書を立て祭り、速やかに兵を帰還させることを説いたが豪は用いず、反乱は失敗に終わり豪は滅びた。反乱の後、梅城は有名になり、慶帝は彼を、 功能といに任命した。しかし、大国の品格となって、英春たちと遊説し、望むものを得ることができていた。彼は、役人となることを喜ばず、病気と称して、感を辞して再度両王の品格となった。両王の品格の中でも彼が最も不に長じていた。両王、竜武氏が死亡すると、倍上は、故郷のワインに帰った。その後、武帝が即位すると、 皇太子時代から倍上の名を聞いていた武帝は、老年の倍上を安舎鎌の林で召し出したが、倍上はその途上で死亡した。この倍殺期も符に優れ、武帝に仕えて多くの符を残した。なお、文献に倍上の作品である7発が収録されている。ありがとうございます。